はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は浄土真宗本願寺派善道寺前住職渚久人さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も渚久人さんとお話をしていきます。外資系金融道と仏道をこう歩まれてきた渚さんなんですけど、そうですね、逆にそういう立場から見て、今度はお寺のお金とか、を見るときに、また多分普通のお坊さんが見る見方と違う部分があるんじゃないかなと思って、その、なんて言うんでしょう、プロの目から見たときに、まあ、ここが変だよ、お寺のお金の使い方じゃないですけど、なんかそういうのって見えてくるものあります？じゃあ、その持ってる資産っていうのをね、どう評価したらいいんだろうかっていうふうにこう僕らは見るんですよね。はい、例えばあの企業のバランスシートってあるじゃないですか。はい、でバランスシートってまあ、皆さんご存知かすみませんけど、左側は資産計上されてて、右側は負債があって下に資本勘定があるっていう、はいはい、そういうあの構造になってると思うんですけど、資産っていうのはまあ現預金とか有価証券とか、はい、土地だとか売掛金とか、はい、そういったものが入ってて、で負債は借入金だとか、買掛金とかね、そういったものが入ってて、下にその利益剰余金と資本金が入ってて、まあ、もしくは欠損とか自己株とか入ってるんですけど、まあ、そういう構造になってるわけですよね。でそれだけ見てても企業ってやっぱり評価できないんじゃないかなと思ってるんですよ。バランスシートだけ見てても。そうなんです。だからそれと同じように、その今そのお寺さんが持ってる資産っていうのはそれだけなんじゃないんじゃないかなと。例えばそのお寺が持ってるネットワークだとか人脈だとか、例えばあのお家はねこうこうこういうことだよと、あそこの息子さんはねこうこうこういう仕事をしてらっしゃるんだよとか、あそこのお嬢さんはねすごくこう行き立てのいいお嬢さんですよと、ね、あそこのおじいちゃんはね昔こうだったんだよと、いろんなねそういったネットワーク持ってらっしゃると思うんですよ。はい、そういったものも実はすごいお寺にとってもね、実は無形のデータ資産なんじゃないかなと思ってるんです。そういったものを活用する発想がないと、なかなか全体のなんですかね、そのものがねこう見えてこないと、価値化できないっていうふうに思います。企業も同じなんですよ。だからそういうのをもっとねこうそういったものがあるんだっていうことをまず分かってほしいんですよね。はい、昨日たまたまちょっとスタートアップのインキュベーションをやっている、企業の方とちょっと喋っていて、で、まあ、そこはどういう資産があるかっていうと、結局もうまあ、コンサル的な業務が多いんで、人こそが資産であると、でその人の資産って今のところそのバランスシートに乗ってくるわけじゃないので、はい、でまあ最近そういう企業でも何かその人だからこの人はどういう能力があって、どういうつながりがあってとかっていう、まあ、無形の資産ですよね。それを、まあ、少なくとも可視化できるようにしていこうっていう、まあ、流れがあるんですよね、なんていう話をしてましたけど、まあそれで言ったらお寺なんてよく
そうですね、まあお寺なんていらないんじゃないかと、何も役に立ってないじゃないかっていう、うん、議論はあるんですけど、まあ確かにその傍目から見て、うん、何やってるのかよく分かんないっていう部分はあるかもしれませんけど、まあ、もしそれを可視化、無形の資産を可視化できたら結構、うん、あるでしょ、あるんですよね、うんうん、と思います。そうなんですよ。でまたそれをね、マネタイズみたいなこと言うとまたねまたあれか、そんな生臭坊主かってなっちゃうんだけどそうじゃないんだけど、うん、そういったねネットワークを、うん、やっぱりその価値化していくっていう作業も、うん、お寺の一つのね経営者にとってはやんなきゃいけないことなんじゃないかなって僕は思います。うん、うん、そうですよね。いやそう、前にその渚さんとちらっとこうお話ししてた時に、このバランスシートに乗ってこない、資産っていうのが、まあ、今の企業なんかでもすごく大きいんじゃないかと。そうです。それこそデータっていうものが乗ってきてないと、はい、まさに、うん、実は Google や Amazon のバランスシートにデータ資産って乗ってないんだよね。うん、毎日私たち、俺、彼らは毎日プラットフォーマーだから私たちのデータを吸い上げてるわけじゃないですか。 Facebook とかインスタグラムか YouTube 使って、でそれでその資産ってどこに計上されてるんですかと、うん、この今話してる 数分とか数十秒とか1時間1日2日のこの、はい、間でさえですね、こうものすごい膨大な量のバイト数のデータが彼らのクラウドに溜まってってるわけですよ、うんうん、私はだから株価っていうのはそういうのを、それのを少し織り込んでってるんじゃないかなっていうのを思ってます。まあそうでしょうね。だってもうちょっと何でしょう、昔の、うん、IT 系とかじゃない、うん、情報産業じゃない企業の株価って、うん、やっぱその総資産とのこうバランスとかあるじゃないですか、うん、そういう視点から見たときに、うん、今の IT 企業の株価って全く乖離してるわけですよね。でもそれは結局乖離してるというよりはバランスシートに乗ってきていない、うん、データ資産というものに、うん、まあ、価値がついているっていう部分が多分にあるんじゃないか、はい、そうです。だから中国もそれに気づいて、うん、囲い込みしてるわけですよ。ああだから中国国内で Facebook とか Google 検索できないんですよ。いやーね、でもう中国行った時もう、ま、参っちゃいましたね。そうなんですよ。あれな、自分の、まあ、どんだけ自分が Google に依存してたのかっていうことを、うん、まあ知らされましたよね。国外に中国のデータを持ち出すことができないんですよ、うん、もう法律で禁じられてるわけです、規制されてるわけですよ。ですよね、だから彼らはそこに気づいてるんですよ、うん、アメリカももちろん当然、うんうん、一番まさにその中心である国ですから、うん、日本はそういう点でまだね無防備すぎるような気がしますけど。そうですね、国家安全保障上からするとね、うんうん、もうデータもう海外に垂れ流しですからね、うん、そう、うん、下手すると私たち国民の、個人データはガーファの方が持ってるんじゃないかと、日本政府より。ああ、いや十分にありますよ、ね。うん、私が昨日どこに飲みに行ったとかね、うん、どこに飯食いに行ったとかランチしたとかっていう情報もそのスマートフォンを携帯してたらなんか知らぬ間にもうそういうデータクラウドに蓄積されてるんじゃないかなっていう思ったりしますね。そうですよね。GPS もありますね。そうです。はい。だからよくなんか出てくるじゃないですか、なんかアマゾンやってたらなんか突然これどうですかとか言って、はい、うん、あれってなんか知らぬ間にあれなんでこれが出てくるんだろうっていうのは、そうですね、多分そういう機能がついてるからなんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、なんてタイミングよくっていうのは、そうです。それは別に偶然じゃなくて、そう、ね、ちゃんとした、因果関係に基づいて出てきてるっていう。その通りですね、うん、因果の通りに基づいて作動してるというのが IT ですから、うん、そうですね。でもその因果の道理に基づいて作動してくるので、 そういう意味ではその自分の、まあ、みんな一人一人個性があって、うん、傾向性があって、うん、
でそれを分析してそこにはまるものを、うん、投げ込んでくるので、うん、まあアマゾンならアマゾンも、うん、その傾向性が助長されていきますよね、うん、より強化されていくっていうか、はい、うん、であのあれネットフリックスのソーシャルジレンマっていう、うん、なかなかいい番組がありまして、うん、あれはガーファが、うん、まあどんだけそういうこうデータでビジネスをしていて、うん、でまあアテンションエコノミーを煽っているのかという話なんですけど、あそこで印象的だったのが、無料のサービスを使っている時点で、あなた自身が商品になっているんだっていう、うん、確かにと思って、そうなんです、ゾッとしますよね。はい。うん。だからまさにそれがね、価値化した価値化したデータ資産が裏付けとなるものが未来のデジタル通貨なんじゃないかなって私は踏んでるんですよ。ああ、デジタル通貨、うん、あれはFacebook が今、まあ、足踏みして、まあ、今どうなるかはまだ形はね、その正式な形にはなってないのかもしれないんだけど、うん、まあそれは国の側の基軸通貨が、まあ、そういう動きがあんまり出てきちゃうと揺らいじゃうんで、うん、必死に止めるでしょうけど、でも大きな流れとしてはやっぱ、うん、止められないものはあるんですね。そうです、はい、うん、今通貨発行量ももうすごい過去 最大になってるんですよ今、はい、世界各国が、ね、ということはそういったデータ資産に対してむしろ法定通貨が値下がりしてるっていう考え方もあるんですよ。はい、わかります。はい、だから GAFA の株が上がってるんじゃなくて、うん、GAFA の株に対して法定通貨が値下がりしてると、はい、うん、いうことですね。はい、うん、でまあそれは言い換えると、うん、データそのものが、うん、まあ、価値化していっていて、でデータむしろまあそう考えたときにデータそのものが価値化していますよと。で今のその基軸通貨、うん、発行している銀行は結局最後まあ一応その金と交換できるって、うん、まあ最初はそうでしたけど、今もう今金打感価値ないんです。打感価値ないから打感権がないんですよ、はい、だから日銀だから通貨発行益ってだから1枚札で印刷するのに15円ぐらいだとすると9985円が通貨発行益なんですよ。そうですよね、今それで皆さん補填してってるんですよ、はい、だから今年度の補正予算で175兆円になったってことは100兆円の予算だったのが75兆円、100兆円の赤字国債を日銀に引き受けてるってことは日銀がそれ全額その皆さんに配ってる補填してるっていうことだから、その分紙幣が希薄化してるっていうこと。そうですね、はい、とした時に、うん、まああえて言えば、うん、昔は金が、そのゴールドが、うん、裏付けになってたんだけど、裏付けになっていて、まあユニバーサルな価値であったという時に、うん、今はそれがデータに移りつつあるとするならば、うん、データをめちゃくちゃ持っている、うん、まあそのガーファ的な企業、うん、こそが今度は通貨を発行できる力を持っているんじゃないかっていう話です、ね、うんうん、今まあ、そのデータもそうだし今金だとか、はい、不動産とかも少し上がってますよね。ああということは そのいわゆるそういったタンジブルなアセットに対して、はい、バーサス法定通貨の紙幣の価値が下がってってるって言えるかもしれないんですよ、うん、そうですね、うん、だからまあ、資産インフレが起きてる静かに、はい、うん、だからそういうのをね私なんかの仕事はプロだから、うん、いつも考えながらやってるっていう、うん、はい、だからこういうのって一般の人ってそんな知らされてるわけじゃないし、日本はあれまたお金に対する教育って全然してないじゃないですか。いやそうですよ、もう全然できてないんで、うん、ちょっと渚さんに教えてもらわないと。いやもうなんか、うん、私もこれ自分で独学で学びました、仕事上で学びましたけど、学校でその何つうか連帯保証人になっちゃダメよとか、うん、そんなことすら教えてないでしょ、うん、支店を押すっていうことは白紙人情ですよみたいなことも分かってないじゃないですか、うん、だからそういうのってやっぱりね、お金っていうのはだからこれまあ、お金に対するリテラシー の差がこう何ていうんですかね、そのやっぱり今後大きく出てくる IT リテラシー、うん、
マネーリテラシー、金融リテラシーの差がね、やっぱり大きく、そのこれからその人生の豊かさを、フィジカルの豊かさをね、うん、こう差がついてくるものなんじゃないかなと思って、私はそういうところをちゃんともっとね、皆さん勉強していただきたいなっていうふうに思いますね。関心を持っていただきたいなと、うん、少なくとも。ですね。いや、お坊さんなんてなおさらのことを、はい、全然学ぶ機会ないんで。そうです。だからこう、私はどちらかというともう、あのお寺のね、門信徒さん相手に僕僧侶には向いてないと思うんですよ。だからもう早めに、うん、私だからもう私はもう早めにちょっと次の世代に渡しましたけど、はい、私はどちらかというとこういうビジネスの現場でやっぱりその仏教仏典を広めていくっていうのが一番私にとっての最大のミッションだし、うん、それが重要なことなんじゃないかなっていうふうに思っているところなんです、うん、そうですね。お寺でもまあ考えてみると、そのお寺ってどっちかっていうと、まあ、不動産を持っていたり、まあ 現金も持ってるところは持ってるかもしれないですけど、まあ、見えない資産とか、まあ、仏像なんかも まさにあの仏像ってあのバランスシートっていうか、あのこう文化庁に出す書類だと、まあ、評価額0円だったりするわけですよね。評価不能なので、うん、だったり、まあでもそこには確実に価値があるわけ で、ね、だからなんかそういうものを持っている中 で、ね、何かうーん、最近はね、あの一つサンプルがあって、はい、あの東京の築地本願寺で、うん、あのテラコンっていうの始めたんですよ。あの婚活、婚活です、ね、事業はいはいはい。であれはそのお寺の持ってるネットワークを価値化する事業なんじゃないかなと思ってます、うん。あ、ご縁つなぎは、そうです、まあ実際昔から住職って、うん、あのうちの娘なんかいい人いませんかみたいな話をすごい持ってこられる立場ではあります、ね、今の、うん、だから、まあ、マッチングアプリ、はいはい、だけだといまいちその不安じゃないですか、うん、誰もその保証されてるわけじゃないけど で、ね、でもまあお寺経由 そのご紹介であればまあまあ、間違いない、間違いないだろう、はずは、少なくともあの、まあ、詐欺とかそういったものじゃないだろう、はい、まあ、うん、背景の家とかを全部代々知ってたりして、なぜならばあの最初からあのバックグラウンドチェックをちゃんとしないと加入できませんからね、お寺自体が。そうなんです、はい、だからあのそういうあのいわゆるその、築地本願寺に始めたその、うん、あのテラコンっていう制度もそういうあの若い人たち向けのその一種のご縁作り、うん、それをあの、まあ、言ってみれば価値化していくあのお寺の一つの取り組みの一つなんじゃないかなって思います。そうですね、これは素晴らしい活動じゃないかなって思ってます、うん、まあその辺が確かにあのすごい価値があるんですけど、ただなかなか難しいかなって思うのは、うん、お寺もそうは言ってもそのまあ、例えば庭を整備するの一つとってもやっぱお金がかかるということがあって、その無形の資産がたくさんあって、そこから生まれている実はあのまああんまりみんなはっきり気づいてないけれどもすごい大事な価値、まあ例えば縁つなぎとかっていうことが生まれているんだけれども、なかなかそれがそのまんまお金に結びつくわけではないっていうところがあって、なんかそこで結構苦労しているお寺さんが多いような気もしますけどね。やっぱりあの寺院もね、やっぱりその私も住職やってた時にやっぱりその寺院のいろんな雑務が多すぎて、うん、布教活動とか伝道活動にかける時間ってやっぱり減っちゃうんですよね。そうですね、うん、だからやっぱりそのまあなんつうかね、あの今日伝道とお寺の経営はやっぱり分けていくというのが一つのトレンドなんじゃないかなと、うん、病院もお医者さんと病院経営ってまた違うんじゃないかなというふうに思います。あ、そこを、まあうん、切り分けて、うん、まあ、ちょっと分かりませんけどいろんな人いらっしゃるからその何がいいとか悪いとか、いやでもそれは一つ大きいと思いますよ、そのできるとこならね、はい、うん、と、まあ、そのマネジメントの部分はもう何か時間まとめてグループ化しちゃって、でそこの、こう共通コストを下げつつ、であの一つ一つのお寺その現場に立っている人はもう、まあ、布教というのか、うん、コミュニケーションというのかそこに専念していくっていう形、はい、今ってどうしても一国一城の主
方式になっちゃってるんで、うん、まあ、そこが全部が全部どの住職もそれ向いてるかっていうとやっぱそんなはずないですからね。まさにあの松本さんがやってらっしゃるお寺の住職塾っていうのは、はい、あ住職塾未来の住職未来の住職塾っていうのは、はい、まさにそういうことをマネジメントを学ぶっていうか、そうですそうです、そういうのを目的としてらっしゃるわけでしょ。はい、うん、そうですね。でもまあそれは一人一人のマネジメント力っていうことではあるんですけど、まあ多分これから必要になるのはもう一歩踏み込んで、あのそういう仕組み作り、うん、をしていくようなことは出てくるかなって思って、はい、います。はい。はい。じゃあちょっと今日もそろそろお時間でありがとうございました。ありがとうございました。いつもテンプルモーニングラジオを聞いてくださりありがとうございます。2021年2月17日より全3回のオンライン講座音の巡礼山の巡礼身延山編を開催します。これまでゲストに出てくださった日蓮宗のお坊さんと身延山の音を聞きながら対話をし、音を通じて仏教を体感するひとときをお届けします。参加申し込み方法など詳しくはノートマガジン松本昇慶の北条庵または音の巡礼をご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。日蓮宗大法院の草野妙慶と申します。ただいまから妙法蓮華経観世音菩薩不問本第25観音経を読み下し、訓読で拝読させていただきます。本来ですと、お経の前には勘定や開経偈、終わりにはご回向が入りますが、今回は観音経のみお上げしたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。妙法蓮華経観世音菩薩不問本第25。その時に無尽に菩薩すなわち座より立って人へに右の肩をあらわにし、合掌し仏に向かい立てまつってこの言葉をなさく。世尊観世音菩薩は何の因縁をもってか観世音と名付くる仏。真に菩薩につけたまは偶然なしもし無量百千万の苦悩衆生あってもろもろの苦悩を受けにこの観世音菩薩を聞いて一心に名を称せば
寒米を摩擦即時にその温情を感じて皆下脱することを得せしめん文字この寒米を摩擦の名を保つことあらん者はたとえ誰かにいるとも火も焼くことあとは事故の菩薩の意人引きによるがゆえにも次第水に漂わされんにその名号を称せばすなわち浅きところを縁も自薬天満の苦の衆生あって今後瑠璃社公明の単語公学侵入等の宝をまとるをもって大会に依然にたとえこぐその天皇を浮いてら絶起の国に表出せん。その中にもしないし一にあって寒米を摩擦の難を称せばこの商人が皆羅刹の難を下脱することを縁故の因縁をもって寒米音と名付くもしまた人あってまさに害せらるべきにのとんで寒米音菩薩の名を称せば彼の取れるところの道場ついてだんだんに折れて下脱することを縁もし三千代全国道に中に見てるよしゃらせつ聞いたって人を悩まさんと発戦にその寒米を菩薩の名を称するを聞かばこのわらわらの商いを悪縁を持ってこれを見ることはたまじいわんやまた害を加えんをやたといまた人あってもしは罪ありもしは罪なきに仲介こそその身を権限せん寒米を菩薩の名を称せば皆ことごとく断念してすなわち下脱することを縁もし三千代全国道に中に見てる音読あらんに一人の召集あってまらまらの商人を引き受王を採事して権能を強化せんその中に一人公の将軍をなさんもろもろの弁断し工夫することを売ることなかれなんだちまさに真に寒米を摩擦の名号を称せべしこの菩薩はよく無意を持って衆生に残したもなんだちもし皆を称せばこの音読においてまさに下脱することをうべしもろもろの商人聞いて共に声を押して南無寒米を菩薩と言わんその名を称するがゆえにすなわち下脱することを縁無尽に寒米を菩薩まかざつは偉人の力ぎりたること格のごとしもし衆生あって意欲をからんに常に念じて寒米を菩薩を苦行せばすなわち欲を離れることを縁も自身におからんに常に念じて寒米を菩薩を苦行せばすなわち心を離れることを縁も自口をからんに常に念じて寒米を菩薩を苦行せばすなわち地を離れることを縁無尽に寒米を菩薩は格のごときらの大善にあって要約するところを惜しいこのゆえに衆生常に心に念ずべしもし女にあってたとえ難を求めんとし寒米を菩薩を礼拝し苦行せばすなわち福徳知恵の難を生まんたとえ女を求めんとせばすなわち天上その女の昔特本を植えて就任に愛嬌せられるを生まん無人に寒米を菩薩は格のごとき力ありもし衆生あって寒米を菩薩を苦行礼拝せば福同縁ならじこのゆえに衆生皆寒米を菩薩の名号を受持すべし無人にもし人あって62億号が者の菩薩の名字を受持しまた形尽くすまで御時計仏が具役を供養せん何時が心においていかんこの天南市天女人の苦毒をしやいなや無人にの模索花肌をし世尊仏の野玉枠申しまた人あって寒米を菩薩の名号を受持しないし一時も礼拝し供養せんこの二人の福上等にして異なることな倹約千万の功においても極め尽くすべからず無人に寒米を菩薩の名号を受持せば格のごとき無料無変の福徳の利を縁無人に菩薩仏に申して模索世尊寒米を菩薩はいかんしてかこの舎場世界に遊び
生かしてか修正のために大徳を弁の力そのちか仏無人に菩薩に尽きたまま空前乱し文字国道の修正をあって仏心を持って得度すべき者には完全四菩薩すなわち仏心を現じてために大徳き着死仏の身をもって得度すべき者にはすなわち着死仏の身を現にてために法を道義正門の身をもって得度すべき者にはすなわち正門の身を現じてために法を説き煩悩の身をもって得度すべき者にはすなわち煩悩の身を現じてために法を説き大釈の身をもって得度すべき者にはすなわち大釈の身を現じてために法を説き自在天の身をもって得度すべき者にはすなわち自在天の身を現じてために法を説き大自在の身をもってどうすべき者にはすなわち大自在天の身を現じてために法を説き天台将軍の身をもって得度すべき者にはすなわち天台将軍の身を現じてために法を説き毘沙門の身をもって得度すべき者にはすなわち毘沙門の身を現じてために法を説き正王の身をもって得度すべき者にはすなわち正王の身を現じてために法を説き長者の身をもって得度すべき者にはすなわち長者の身を現じてために法を説き孤児の身をもって得度すべき者にはすなわち孤児の身を現じてために法を説き再観の身をもって得度すべき者にはすなわち再観の身を現じてために法を説きバラモンの身をもって得度すべき者にはすなわちバラモンの身を現じてために法を説きビクビクにウバソクバイの身をもって得度すべき者にはすなわちビクビクにウバソクバイの身を現じてために法を説き長者高寺再観バラモンのブニュの身をもって得度すべき者にはすなわちブニュの身を現じてために法を説き道南道女の身をもって得度すべき者にはすなわち道南道女の身を現じてために法を説き天竜や茶剣夏場修羅カルラ金七孫らが人品人道の身をもって得度すべき者にはすなわち皆これを現じてために法を説き修根五人をもって得度すべき者にはすなわち修根五人を現じてために法を説く無人にこの観世音菩薩は格のごとき苦毒を成就して主樹の形をもってもろもろの国土に遊んで修行を道脱すこのゆえになんだちまさに一心に観世音菩薩を供養すべしこの観世音菩薩まかさつは不意急難の中においてよく無意を施すこのゆえにこの茶葉世界に皆これをごしてせむいしゃとす無人に菩薩仏に申してもさぐ生存は礼今まさに観世音菩薩を供養すべしすなわち首の十王十の要楽の下敷悪戦両言なるを説いてもってこれを与えこの言葉をなさぐにしゃこの大勢の尋問の要楽を受けたまえ時に観世音菩薩あえてこれを受けず無人にまた観世音菩薩にもしてもさぐにしゃ我らを哀れむがゆえにこの要楽を受けたまえその時に仏観世音菩薩につけたまわくまさにこの無人に菩薩を呼びし、終点入や者剣奪は、修羅カルラ金七孫らが人品人道を哀れむがゆえに、この要楽を区別し、即時に観世音菩薩もろもろの自重を呼び、天竜人品人道を哀れんで、その要楽を受けは勝手に運動なして、一分は釈迦牟尼仏に立て祭り、一分は他を仏陶に立て祭る。無人に観世音菩薩は格のごとき自在人力にあって茶葉世界に遊ぶその時に無人に菩薩家を持って到底もさく生存は妙相そのわりたまえりわれ今重ねて彼を問い立て祭る物資何の因縁あってか名付けて観世音とする妙相を具足したまえる尊厳を持って無人に答えたまわく何時間の農業を聞けよく、もろもろの法上におずるぐでの深き子と海のごとし子を一文字ぎぜじた天の具の仏に仕えて大少女の願を起こせりわれ、何時がために略して投函。なお聞き及び身を見、心に念じて虚しく過ぎざればよく、小の苦を滅すたと以外の心を起こして大いなる家業に押し落とされんに。
あの観音の力をねんねばか教変にでけとならあるいは後悔に漂流してるご初期の難あらんにかの観音の力をねんねばはろうもすることわたわじあるいは趣味の目にあって人に押し落とされんにかの観音の力をねんねば火のごとくにして幸福に従前あるいは悪人に追われて今後天より堕落せんにあの観音の力を念ぜば一応もうすことはたわじあるいは音族の囲んでおのおの剣を取って害を加うるにあわんにあの観音の力を念ぜばことごとくすなわち自信を起こすあるいはおなんの国を絶見せられるに望んで命をわらんと発せんにあの観音の力を念ぜば剣ついで段々に折れなあるいは草に集金せられて子息に仲介を被らんにあの観音の力を念ぜば百年として下脱することを縁中層もろもろの毒薬に身を凱旋と捨てられんものかの観音の力を念ぜば帰って本人に尽きなあるいは暮らせ独流書きとにあわんにかの観音の力を念ぜば時にことごとくあえて改正寺もしは苦十意尿寺で同期幻想の恐るべからんにかの観音の力を念ぜば道具無縁の方に足難患者及び復活低毒縁かの燃ゆるがごとくならんにかの観音の力を念ぜば声についておのずから帰りさらん大空勢天神あられよ裏地よいなる雨を注がんにかの観音の力を念ぜば時に応じて昇賛することを縁衆生婚約をこむって無料の国を責めんに観音妙地の力よく世間の苦を救う人ず力を不足し広く地の応弁を主して実法なもろもろの国道に国として身を現ずざることなし主人のもろもろの悪臭時刻期畜生小老病死の具持ってようやくことごとく滅世死ぬ心感症状感光大地へ感異感及び時間あり常に願い常に戦後すべし福症状の光あって虹もろもろの闇を足よく災いの負荷を伏してあまねく明らかに世間を照らす非体の外来心のごとく人員の妙も大運のごとく甘露の雨を注ぎ煩悩の炎を滅上数上昇して感情を得軍人の中に浮いてにかの観音の力を念でばもろもろのあだことごとく退散せん妙音完全音煩の解消を上位で剣のありこのゆえにすべらからく常に念ずべし念弁に疑いを生ずることなかれ完全音上昇は苦の自悪においてよくためにえごとなれり一切の愚毒を愚して次元をもって衆生を見る不従の海無量なりこの故に将来すべしその時に時事菩薩すなわち座より立って進んで仏にもして模索生存もし衆生あってこの観世音菩薩本の時代の御不問次元の真実力を聞かん者はまさに知るべしこの人の苦毒少なからじ仏この愚問本を解きたも解け修修の始まん視線の修女みなむとのあのくたら三脈三菩提の心を起こしき南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華このポッドキャストは
ノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。